ついに僕あったチャンネルは新しいキャラを描くのをだるがり始めた。このイラストちょっとだけおしゃれしててなんかおもろいよな。ほんで誰実は今回ですね。 ゲストをお呼びしてみました。ほら、珍しいね。このイラストは代わりの体ってことで別にそれぐらい書いてあげてもよかったよ。いやいや、こんな簡素的なイラストでお出迎えするわけにはいかんよ意外とじイラスト肯定感低い。そういうわけでイラスト屋なんです。イラスト屋も簡素ではあるよ。というわけでよろしくお願いします。よろしく頼む。ほら、すごいええ声ですね。でしょ。これが誰かは教えてくれないんですかまだ秘密です。なんで今日はね、彼にいろんな質問をしていこうと思います。それで当てろってことなんか。それじゃあ行きましょう。行くぞ頑張って当てよう。じゃあまずですね。 卵焼きは甘い派ですかしょっぱい派ですか一緒にする質問それ甘い甘い派なんですよ。全然ヒントにならん。ぜひ手作りの卵焼き食べてみたいですね。くらえ口悪。ありがとうございます。ちなみにデスメタルとかってよく聞きますかデスメタルに関係あるってこと聞かないぞ。そうなんですね。何のヒントにもならん。私はよく聞くんですよ。質問側がガを出さんでね。やるじゃないか。褒められちゃいましたね。うわかった。何がこの人の正体。ほんまにうん。言うてえの。いいよ。無料音声素材やろ。交換音ラボの 主人公の熱血騎士の声素材やろ。聞いたことあったもん、全部。というか、素材の数が限られてるから、質問をそっちに寄せてるやろ。違います違うくないよ。ゲスト読んだっていう嘘がバレて、僕はたチャンネルが炎上するのは避けたいから違います。じゃあ合ってるやん。違うって。じゃあ僕が質問してもええの。ええー、お大きく出たな。じゃあ好きな食べ物は何ですか二段切りだ二段切り。二段弁当のおにぎりのことを彼は二段切りって略すんです。何段でも味変わらんやん。